さて行こう。さて行こう。どうも、アザラシです。今回ですね、実況というか、なんというか、ハウツーですね。漫画の原稿の設定の仕方と小回りについてを、ギンプでできるのでね、というか、ネットで見たのでね、そのやり方を、文字だけじゃ分かりにくい時のために、自分で解説しながら作っていこうと思います。最後までどうぞ、付き合いください。特に何か最後に面白いことが待っているわけではないけどね、こういうやり方があるんだというのを、参考にしていただければと思います。まずファイルから新しい画像を作成。これテンプレートから A4 をします。漫画っていうのは B5 サイズなんですけど、A4 の紙に出力して B5 のところで裁断されるみたいな感じなんで、A4 でいいです。で、300ppi になってるけれども、300dpi かな ?300ppi かな、ピクセル。なってるんですけども、ここ、水平解像度600にしてください。グレースケール。白黒の場合は600から1200と書いてありました。本当かどうかわからないです。600dpi って書いてあるな。600にしてくださいということらしいです。4960×7016ピクセル。正直このパソコン、ポンコツ PC と GIMP には厳しい大きさだけど、もうしょうがない。で、これで作ります。はい。でかい。もういい。で、このようなのが、まず用紙というか台紙ですね。これに内枠外枠を作っていくということなんですけど、まずすべてを選択します。選択からね、すべてを選択したら、これの中央、見えるかな?中央から広げるってところを押して、ここのサイズを、内枠なんでこれ大事ですよ。150×1150×220で、ってかな ?220 で。220っていうの、ちょっと待ってよ。内枠を作りたいなら、透明のレイヤー作っておきましょう。内枠とでも書いておけばいいんだけど、いいか。枠って書いておきましょう。枠さん。ロッテの枠井ですね。いいです。今の発言はカットしよう。カットしないけど。で、選択範囲の境界を描画です。線の幅。ネットで見たのは10でいいって書いてあった。だから10でいきます。そのサイト見てくれりゃね、見たら別にこれ必要ないんだけどね。これ書いてやったら次、内枠の次は外枠というのが必要ですね。外枠。これも同様のやり方。内側から広げる、ここのところを、ね。ここのところを182、そしてここのところを縦幅かな、かまたま、257、これでいいでしょう。エンター。ギンプ頑張ってくれ。ギンプ OK、 ギンプ頑張ってくれた。これで選択範囲の境界をまた線描画。OK? で、さらに、今度は塗り足しという部分を作っていきます。塗り足しっていうのは外枠の3センチから3ミリから5ミリというところらしいですけどね。3ミリから5ミリ外というか。ギンプには厳しい。はい。ギンプっつうかあれだな。267。今回は、5センチ。5ミリかな。5ミリで作っております、塗り足し。ほい、頑張れギンプ。OK。で、これができたらまた選択範囲の境界線。編集からだね。編集から選択範囲の境界線は描画。10ピクセル。ほい。OK。はい、このようにしてできました。枠ですね。まず、枠線ができました。ちょっと見にくいかな?見えるわな。これ何が何かなっていうのちょっと一つ解説しといた方がいいのかな。何が何かなっていうの。これが、内枠ってやつです。字汚っ。そしてこれが外枠。ここは塗り足しですね。塗り足し。自分もあんまりよく分かってない。正直。だけど、この内枠のところまでに
コマ、コマとかはこういう風にできる限り収めるという風なのが漫画の原則のようで、ここまでは確実に本にした時に映り込むところ、セリフなんか大事なところなんかをこう書いたらここまでで収めるようにする。まあ、ちょっとぐらいこう出てもいいと思うよ。でここからこの辺りを切る、製本するときにここ辺りを切るので、これ以上向こうには書いてはいけないというラインなんですね。内枠で話を、話の大枠書いて、まあもちろんこの辺とかにページ数とか言ったりね、何をなんかこうごちゃごちゃっとこう書いたりするんだろうけども、まあその内枠ってのうちに、まあ漫画としてのそのメインディッシュを収めるみたいな、この辺はもうサイドのね飾り付けみたいなもんなのでね、ここがちょっとはみ出たりとかはまあ OK だったりするんだろうけども、ということです。はい、わかりにごちゃごちゃっとしちゃったな。はい、ほいで次、これだけじゃちょっとねまだなんか物足りないっていう人のためにさらにもうちょっと工夫できるのがギンプでございます。今全部選択していて、これのうちのパーセントでいこう。パーセント、50%、パーセント。ね。これ今、ポンと一回押してんですね。だからこういって選択されるんですけどね。クリックしてるから、わかりにくいな。これでここを 50% にします。すると、ペン。もう一回やらせてください。これを中央から広げずに、中央から広げるようにしてますね。中央から広げずに、ここの多い、このパーセントを 50% にします。するとこうビシッといく。でこうなってから、ここでまた選択範囲の境界を描画で、これモード、この選択をまた全てにして、そしてワンクリック、今度はこっち側を50にする。見えにくいか、アンコーで見えにくいか、50にする。そしてまたこうすると、これで OK。 これで真ん中の線が取れました。真ん中の線が、真ん中ね、ちょうどその原稿の真ん中、これやると楽です。まあ楽以外の何もでもないけどね。あとなんかトンボっていうのをまあここ引いたりするんですけどね、まあトンボはあってもなくてもいいんじゃないかなと思います。これもなんかあの切るときに分かりやすくするためのものらしいので、原稿用紙とか買ってみたらあると思います。はいはい、そういうことですね。はい、まあ原稿用紙の初期設定みたいなのが終わりました。これをまあ保存しておきましょう。おいで、さあ、小回りです。まあ、この辺のやつちょっと濃すぎるんでね、ちょっと、透明度下げていきましょう。小回りなんですけど、さあね、自分の手で駒を書くのが一番いいとは思うんですけども、それってなかなか難しい。そういう時のために、まあ、ギンプでやるなら、ガイドというものがあります。ガイドを使っていきましょう。まず、上の枠。外枠、この枠に沿ってガイドを沿わせていきましょう。これガイドっていうのがこの辺をクリックするとなんかこうなんかくっついてくるんですよ。この辺をクリック、この辺とかこの辺とかね、この左上と左のこの定規のメーターのついたところから引っ張り込むとガイドが出てくる。ガイドがビーッと、でこれをこういう風に引っ張る。このこれは内枠に向けて引っ張っております。これで何のためのガイドを作っているのかっていうと、ガイドを作るとちょっとメリットがあります。まあちょっとお見せしましょう。コマっていうレイヤーを作りますよ。こういう風にガイドを引くと、こう、ちょっとお試しですけども、このように。わかるかな?ガイドに沿わせることができる。ちょっと、こういったのが、こうみたいな。ちょっとここにこう磁石みたいな感じで座れるんですね、カーソルが。まあ、スッと入ると分かんないんだけども、ちょっと座れる。座れるから直線をここで引ける。まあ、これとコマがどういう関係してるのか、ちょっとまだ分かりにくい、イメージつきにくいかもしれないですけども、
目につきにくいかもしれないですけどね。まあそうだな、まずはあれだな、コマとコマを作ったらあれだ、元原稿が必要だ。どういうコマ割りにしていくかというような元原稿というか、まあ、下書きが書いてるのがあるので、これを使っていきましょう。これをどのように使ってコマを割っていくのかというところをお見せしましょう。お見せしていきましょう。今書いてるやつなので、まだ完成品ないですけど、こんなとこかな、合ってるかな、斜めでいいか。さあ、コマを割っていきます。コマは、コマを割り振っ、割り振っ、コマを割っていくっていうのかな。でいきます。ちょっと薄くしすぎた。これぐらいの方がこれぐらい。で、もう一回さっきのように、ガイドをしていきます。漫画のコマっていったら大体、ここの位置は、ここは結構、縦の空いてるところ、線は、斜めとか、使われることあるんだけど、横の線は絶対に水平なんです。漫画ってのは。まあ大体どの漫画を見ても。それに気づくとは思いますけどね。まあ漫画、ちょっと古臭いタイプの漫画の描き方がしてるな。うん。もっと新しいやつとそうはならないと思う。一つ一つがシーンみたいな感じで困ってそうなってないと思うけど、まあ古臭いタイプなら、まあまず間違いなく横はこう。横は水平なんで。で、ここでレイヤーを横に取ります。一つのシーンに一つのコマみたいなね。一つの流れみたいな感じ、こう読んでいくから、この線は同じだから、まず水平の、取っていく、水平のコマとコマとの枠をこういうふうにしてガイドで引いていきます。そしてここまで来るとガイドを引いてるんで、この単形、なんつんだっけ、これ、あ、単形選択。これによって四角が取れるので、四角でここのガイドを引いたのはこういう意味があるんですね。ここでピッと来る。ピタッと止まるから、こうする。こうする。こうする。ギンプちゃん。大丈夫 ?OK。で、これに、もうめんどくさいんでね、どんどん加えていきます。どんどん加えていきます。普通ギンプそこまで重くないのは多分録画しながらやってるからなんですね。はしゃらしで、こうする。まあ小回りが下手くそだとかそういうのはまあなしの方向で言ってくれ、なしの方向で言ってくれ。下手くそなのは否めない。それは漫画、そんなにね、まだ漫画書こうとし始めて、そんな日が経ってないんでね、こんなド素人に教えられたところで、なんもな知ってるよって人が大概あると思うけど、まあ、ド素人から脱却したい人には、もしかしたらこの動画はね、役に立つかもしれないなと思って作っております。で、このように、まあ、どんどんこうね、割って、コマを、ここの、このコマをね、作っていきます。まあ、地味な作業ではありますね。地味な作業では。これね、ちょっとこっちにずらすこともできます。だいたい漫画のポイントなんですけども、横の枠よりも縦の枠の方が狭いっていう、そういうの暗黙の了解的なものがありますね。多分それは、ここからここへのジャンプよりも、ここからここへの時系列的なジャンプの方が大事だから、縦に読ますんじゃなく横に読んでいくっていう意図から、横と横との枠、この崖みたいな感じ、隙間は、狭く、縦の隙間は広くっていうのはそういう意味があるんだと、まあ勝手に思ってますけど、まあ漫画の専門家ではないので何とも言えませんがね。で、こういうふうに枠をなんとなく取りました。そしたらここにまた最初にやったように、この枠線の境界線、選択肢の境界線を描画をする。ちょっと待ってくださいよ、これはコマに合わせてやったやつね。コマのところのレイヤーに書かないと、この下書きに書いちゃうんでね。で、ここに選択範囲の境界線を描画します。で、10でやる。バンと。ほい、どうだ。これで、もう枠線の出来上がりなんですね。で、ちょっとこれこだわりたい人は、これ、いかにもこのコマが、無機質的すぎる。いかにも無機質だっていう人には、ちょっとまだ、もう一ひどいできます。銀プなら。そう、銀プなら。で、線スタイルは10でまあいいとして、線の種類を選べます。ここで、ここで、
線の端のスタイル、これをバキッとこうね、バキッとするんじゃなくてこうちょっと丸っこくしたり、それからこれ破線はいらねえやにしたりすれば、見てわかるかな、選択すべてを選択、ちょっとね、ほらここのところ丸っこくなりました、細かな差だけどね。でもこれもまだちょっと無機質だなっていう人はいるかもしれない。そんな人のためにまだ銀歩はやり方があります。まだ銀歩はやり方がある。これはもう多分そこまでやる人いねえんじゃねえかと思うけど、さあやってみましょう。まあちょっともうこれいらない、下書きいらない、下書きいらない、下書きいらない、で、選択範囲の境界描画アンチエリアス入ってるな。線の種類はこの丸の濃く言っといて、さらに描画のツールを使用、ブラシで、これやらなくてよかった、ブラシで描画をする、ブラシで描画をする、ここにあるブラシを使って描画をすることができるんですね。この辺のブラシを適当に使いましょう。まあ、例えばこの辺を選ぼう、この辺を使おう。で、まあ、20ピクセルでやると太すぎるんで、これをまた10に統一していこう。いや、10、まあ、ちょっと10じゃないかな。こうすると、ほら、ギチャギチャギチャっとなってる。これだけだとちょっとなんか汚えなと思ったら、さらにここに、さらに描画をする。描画に描画を重ねる。描画に描画を重ねて、ここのところを今度はこの、ふわっとしたやつする。で、銃でいくでしょ？ほら、なんかいかにも人が手で描いたような、描き味の、ね、選択すべて。ほら、ちょっと。もうちょっと待って、もう一回ブラシの選択をさせて、アドリブでやってるからちょっと怪しい。もっとブラシが、いいブラシがあるな。この辺りかな。で、10ではなくて、こっちを14ぐらいで。怪しいな。ちょっとこれは縦と横との太さが違うから、ちょっとそれはいまいちだった。これかな？これで、境界線の描画。まあ、こんなもんかな。これに、どうもね、やっぱこれだけだとね、ぐちゃっとしちゃうので、これに、これで10ぐらいにして、こんな感じかな。よし、選択すべて。さあ、どうでしょう。非常になんかこう、まあ見てくれはちょっとあれですけど、それでガイドを消そうか。ガイドを消すのはこれかな。ガイドの表示、それから枠線消して、ほい、どうでしょうか。まあね、ほら、ちょっとなんか人間が描いたっぽい感じのにじみがコマにありますね。まあ、かなり自己満なところあるけど。ということで、ちょっと長々とお話ししましたけども、コマの作り方でした。ね。だったらここはもう書き込んでいけば漫画になるのでね。漫画になる、なると思うので。なんか変なことになってる。ちょっと書いてみますか。こうしてこうやってね、
てな具合で、てな具合で、はい、コマが出来上がりましたという、いうことですね。はい。まあ皆さんもね、こんな感じで、無料のソフトで使っても、無料のソフトを使っても、まあ、ここぐらいまでは書けるようになるのでね、臆することなく、案ずるな、漫画家の卵たちを。渡すが、ビシッと。まあこんな感じで、はい、漫画の原稿の小回りできるのでね、まあぜひ参考にしていただけたらと思います。無料のソフトでもまあこのぐらいはできると、まあ、逆にギンプだからできてるのかもしれない。こんなに自由なやり方でね、自由な感じで描画できてるのかもしれない。これは既存のソフトを使ったら早々はもうちょっと自由度下がるかもしれない。ギンプだからできる技術かもしれないですね。まあ参考にしてください。ほなまた何か新しい発見があったら、まだ何か動画にして実況スタイルでやっていこうかなと思います。ほなまた。